はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日はゲスト会、はい、ゲスト、さらに、うん、まあ、未解決というか、そうですね、事件系ですね。皆さんもちょっとお待ちかねだったんじゃないですかね、未解決系の事件系とかは。うん、そうですね、結構コメントにも多かった回なので、ね、やってくれっていうのはね、ですね、多いんですよね。はい、まあ、僕たちがやるとね、ちょっとなんていうんですかね、浅はかな回になっちゃいますので、そう、はい、本当薄いね、薄い感じになっちゃうこと多いんですけど、今回 YouTuber の方と、まあ、ちょっとコラボでやらせてもらおうかなと思って、うん、大阪西成ジョイ不審死事件っていうのを取り扱おうと思うんですけど、この事件に関してもうすごく丁寧に、取材も、あの、現地に行って取材もされてたりとかっていう、すごいこの事件に対して真摯に向き合ってるチャンネルをね、見つけたんですよ。はい、うん、すごいいいなと思って、ちょっと、そのご自身のチャンネルでやってる、あの、話を、まあ、ちょっともうちょっと簡潔に、あの、我々のチャンネルでちょっと話してください欲しいんですっていうことを言ったら、あ、もうぜひお願いしますって感じだったんで、ありがたい、今回コラボということでですね、ザ・ハートズ、オカルト雑技団っていうチャンネルから天子森子さんという方をお呼びしたんで、天子森子さん、はい、はい、あの、ちょっとお呼びして、はい、解説してもらおうかなと思います。はい、天子森子さんです。こんにちは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 。あの、自己紹介までこんにちはから続くかなと思って待っちゃいました。すいません。すいません。ごめんなさい。無視したわけじゃないですよ。本当にごめんなさい。ごめんなさい。ザ・ハートズからやってまいりました天子森子でございます。はい、ありがとうございます。今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この大阪西成上位不審死事件に関してすごくいい動画上げてたっていうで、すごいいいなと思ったんですけど、なんかありがとうございます。うん、はい、この事件に関するなんか因縁みたいなものとかってあったりしたんですか？因縁ですか？あ、ご自身とのなんか関連があるとか。あ、そうですね、そんなに関連があるわけではないんですけども、まあ、でも、あの、この西成という場所はちょくちょく、まあ、大阪出身なので行ってたりとか、うん、あと、この被害者の方の本当に人柄がなんか本当すごい方で、ちょっと今日、まあ、興味が湧いたと言ったら変な言い方ですけども、調べてみようかなと思いましたね。なるほどね。そうか、では早速じゃあちょっと事件の概要から、はい、話していただいて、ちょっと分かんないことあったらこっちから聞いちゃうこともあるかもしれないですけど、はい、お願いします。うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ概要を軽く初めにお話しさせていただきますね。はい、はい、はい。大阪西成女医不審死事件は2009年に大阪府大阪市で発生した女性医師変死事件。被害者は西成区の診療所で内科医として勤務しながら生活困窮者支援などを行っていた女性。勤め先の診療所から約 2.5km の位置にある木津川千本松渡船場にて遺体で発見された。当時警察は被害者が知人に送った手紙などを根拠に死因を過労による自死で溺死としたが、彼女には自殺する動機もなく、後のご遺族の調査などでは次々に他殺を示唆する痕跡が出てきた。しかしなぜか警察はそれらをなかなか認めようとせず、事件性はないと長期間結論付けていたが、その後警察の調査を疑問に思ったご遺族が殺人死体遺棄事件として の刑事告訴状を提出し、2012年になってやっと受理され再捜査が行われることとなり、現在は事件と事故の両方から捜査をしている、ま、ということなんですが、この事件を紐解いていくと、この地域独特の大きな闇といいますか、そういうものが深く関わっているのではと、まあ、思わざるを得ないのですが、まあ、それは後ほど詳しく解説します。はい、まあ、自殺かもしれないし他殺かもしれない、今まだ 現状で捜査中の事件っていうことですよね。うーん、
そうですね。でもこの2012年3年後ですよね、事件があったに、まあ、他殺の可能性もあるってなって再調査っていうことになるわけじゃないですか。なんか3年前もそれは分かりそうなのにって、なんか今聞いただけでも思っちゃうんですけどね。でもそれを遺族が言わんかったらもう自殺として事件性はないって言って終わっとったっていう事件ですからね。でしかもこの他殺の可能性もありとして再捜査になってからもう10年以上経ってるっていうことじゃないですか。まあそうだね。でも解決はしてないっていうことなので、結構もう、でまあ後ほど詳しく説明する大きな闇とかいろいろもう関わってきて、それがねもうあからさまに何も知らない僕たちから見てもそうじゃないのって思うぐらいの闇が出てくるのに。こんだけ10年かかってるっていうのもまたね、この事件難しいのかなっていうところも感じるっすね。僕この事件あんま詳しく知らない状態で、あの大阪に住んでたこともあったんで、この西成区がちょっと、まあ、都市伝説めいた黒い噂みたいなのが聞いたこともあるし、っていうのと、あとオカルトラジオで未解決事件とかを結構扱うときに、例えば警察が隠蔽したみたいな事件とかって、本当に初動が少し遅れただけで未解決事件になっちゃってたりするじゃないですか。本当に1日2日遅れただけのことで未解決事件になっちゃうみたいなことがあるから、3年間何も動いてない状態というか、その自殺として再捜査までに3年間、ってなったらマジで真相わかんねえんじゃねえかなって思えちゃうというか。そうですよね、3年って長いですもんね。そうですよね。これあの遺族の方が、ここおかしいんじゃないか、ここおかしいんじゃないかみたいな、そういうなんていうんですかね、不審な点がなんかいくつかあったから、そこを警察に行って他殺の可能性もあるってことで再捜査されるっていうことになったってことなんですよね。そうですね、そうですね。なんか不審な点っていうのはもしパッとなんかあれば。そうですね、いくつかちょっと初めに紹介してもいいですか。はい、お願いします。まず一つ目なんですけども、当初あの警察の説明では被害者はこの渡船場に行って、あの3メートル以上の高さがある柵があの設置されてるんですけども、そこを自ら乗り越え川に飛び込んだとされてたんですね。でもその柵っていうのは有刺鉄線も巻かれてるし、まあそんな3メートル以上高い柵を彼女が越えることができたのかっていう疑問がまずあります。確かに。であとはあの死因は溺死とされたんですけど、遺体のあの頭頂部にコブができていたんですね。で首には圧迫痕もありました。でこれらがなぜ不審なのかというと、あのコブっていうのは死後にはできないんですね。あの首の圧迫痕も同じく死後にはできないんですよ。だから生きてる時にできたはずの傷だったと、なかなか他殺じゃないかと思われる、まあ、要素の一つになってます。あと被害者の方が最後にいたのが診療所なんですけど、そこを出てあの帰宅する時に商店街を通るはずなんですけども、その商店街には防犯カメラが、まあ、たくさん設置されていたんですね。しかし彼女の姿は一切映っていなかった、あと事件後に被害者の自宅を、まあ、もちろん警察が調べたんですが、部屋には指紋が一切なかったんです。それどころか埃さえ一切なかったんですね。かなり不自然だと。で最後あの彼女が普段から使用していた自転車が後に、自宅遺体発見現場どちらとも異なるある市営住宅の駐輪場で発見されました。まあ、他にもあのたくさんあるんですが、まあ、ここも詳しくは後ほど解説ということで。怪しい、怪しい怪しい。まあ指紋がないとかちょっ
怖いもんね。うんうんうん、なんかプロの仕業感がなんかあるあるある。プロの仕事で拭き取ってるとか、うんうんうん、掃除屋みたいなね、うんうんうん、のが入ったかなっていう感じはしますよね。そうですよね。あとなんか海外のドラマとか、うん、あとはアニメとかでは見たことあるけど、うん、そんなこと可能なんだってちょっと思いました。ああ、うん、なるほどね。指紋を全部拭き取って埃もっていう、そういう、まあ、掃除するにしてもそういう仕事がちゃんとできるんだっていう、確かにちょっと思いましたね。うん、本当映画みたいですね。映画みたいですよね。うん、この3メートルの柵を女性が越えるっていうのが確かになかなか難しいのかなとは思うんですけど、ね、まあ、柵の形状とかにもよりますし、うん、確かに有刺鉄線が巻かれてたなら、うんうん、なんかその後ありそうだなって、うんうん、あ確かにね、うん、まあ、11月なんでね、コートとかを脱いでそこかけてっていうのもありますけどね。ああ、はい、本当だ、うん、そうか。森子さんこのあれですよね、この、はい、渡船場、はい、渡船場かな、渡船場、うん、どっちでもいいんですかね。ここも、うん、行って映像に収めてくれたんですよね、こんな場所ですっていうことで。そうなんです。残念なことにこの柵は時間的にかかってなかったんですけども。あ、なるほどなるほど、まあ、その現地でっていう、うん、一応そうですね、雰囲気をつかむぐらいしかできないと思うんですけど、それもちょっと後で見せてもらいましょう、はい、うん、あ、もちろんです、うんうんうん、はい、お願いします。もう今出ただけでもかなり不審な部分が多いですよね。もし本当に疲れてて自死したのであれば、うん、そこまでする必要があるのかっていう部分ばっかり、うん、そうですよね。なんかちなみに彼女は泳ぎも得意やったみたいで、はあ、そういう手段を選ばないんじゃないかっていうことね。そう、そなんかそんなんもちょっと不審ではありますよね、うんうん、自転車が発見された場所とかも謎ですもんね。うん、そうですよね。この自転車が発見された場所っていうのは自死する前にここにわざわざ止めてってことですもんね。おかしいですもんね。市営住宅の駐輪場なんで、なんかそこの人に用があったのかとかもちょっと思っちゃいますし、うん、あ、本当ですね。誰かに会いに行った可能性とかもね。じゃあこのジョイさんの人となりというか事件に至るまでの生い立ちじゃないですけど、なんかそういうどのような方だったのかっていうのを教えてもらってもいいですか。わかりました、はい。ですね、被害者となったのは矢島幸子さん、当時34歳、出身は群馬県の高崎市で、彼女の両親も医師なんですね。あ、うん、なので群馬県で診療所を経営してはると。被害者の方は群馬大学医学部卒業後に沖縄の病院で研修医として働き、その後大阪淀川キリスト教病院で勤務することになったので大阪に行きました。この時からこの西成区でボランティアをしていて、その活動中にとある医師と知り合い意気投合したことで、2007年にはその医師が所長を務める西成区の診療所で勤務することになります。うん、これが事件当時勤務していた診療所です、うんうんうん、なのでこの診療所の近くに引っ越しもして、この地域で生活を始めるようになった。この地域西成区というのはスラム街として知られていて、アイリン地区や鎌ヶ崎とも呼ばれています。故にこの診療所は患者さんの8割以上が生活保護受給者の方ということです。うんうん、そして幸子さんはこの診療所で働きながら週1回土曜日はこの地域で夜回りを行って、路上生活者の方に声をかけ自立できるようにサポートをしていました。で、彼らに対して医療行為も行っていて、福祉関連レポートまで作成していたり、まあ、そんな風に生活困窮者の方の支援を積極的に行っていて、自分の休日も返上して自腹を切って彼らに寝袋とか必要な薬を用意することも多かった、うん、そんな献身的な活動からいつの間にかこの周辺では西成のマザーテレサと呼ばれるほどになったと。
幸子さん自身も昔からマザー・テレサを尊敬していて、インドでは実際に会ったこともある。へえ。うん。で、彼女は毎週教会の礼拝に通っていたほど敬虔なクリスチャンでもあったとのことです。はあ、なるほどね。一番初めに西成ジョイ不審死事件ということで紹介したんですけど、西成マザーテレサ不審死事件みたいな感じで、その事件の名前なら知ってるっていう方もいるかもしれないですね。そうですね、そういうふうにも言われてる。そっちの名前の方が、耳覚えがありますよね。ね、はい、なんかマザーテレサ事件聞いたことあるような気もしますもん ね、 うん、うん、すごい献身的な活動をされてる方でっていう、まあ、それ聞くとね、やっぱりその自死するっていうのがさ、なんか巻き込まれたのかなとか、クリスチャンっていうのもありますしね。クリスチャンで自殺は最大のね、題材というかね。そうですよね。ますます不審に感じる、ね、そうですね。動機がないですもんね。そうですね。まだこのね、詳しいことをいろいろ調べてったら自殺に追い込まれるような何かがあったのかもしれないですけど、今これを聞く限りでは、自らっていうのはなんか考えにくいというか、なんかこの西成のマザーテレサって呼ばれるぐらいだから、慕われてもいたんだろうなって思う。そうだよね。なんかその事件としても、なんかその人たちからなんかやられるようなことはないのかなっていうふうにもちょっと思っちゃうというか。他殺にしても、だからそれが都合悪い人たちがいるみたいな推理になっちゃうというか。なるほどね。もしくはそれに便乗して何でもやってくれるって言ったのにみたいな逆恨みとかもあるのかなとかっていう想像はなんかいろいろ働くんですけど、やっぱりなんかその自死っていうのはあんまり想像がつかない状態ですね、今のところ。そうですね。まあさっき言ったその、まあざっと挙げてもらった不可解な点いろいろあったんですけど、それも結構ご自身の動画でまとめられてたんで、その辺を一旦話していただいてもいいですか？はい、そうですね、はい。まず幸子さん の、 遺体の状況を見ると、他殺された痕跡っていうのがたくさん伺えたんです。で、それをちょっと3つぐらいにまとめたんですけども、まあ、いろいろあったんですけどね。まず、第一発見者の証言によると、遺体は水中で立った姿勢で浮いていて、両手が肘から直角に曲がっていた。なので小さく前に倣いの状態で、腕が渡船場のタイヤに引っかかるような形で発見された。で、通常は溺死した遺体っていうのは水を飲み込むので、肺の中に空気が残らないんですね。なので溺死したいっていうのはうつ伏せで発見されることが多いじゃないですか。確かに、確かに、イメージは、そんなイメージですね。そうなんですよ。なのに直立していたと。っていうことはやっぱり遺体は死後硬直していたということになるんですけども、これも変で、水死体は関節が自由に動く状態にあるんですね。水の中にいるからゆらゆらして、だから死後硬直はしないんです。なので警察は溺死としましたが、被害者の肩はきっと陸上で亡くなっていた、そんな可能性も高いということになります。で、あとは頭頂部にさっきも言いましたけど、高さ3センチのコブができていました。3センチ、めちゃくちゃ大きいですよね。そうなんですよ。で、これについて警察による説明は、まあ、第一発見者が鎖で引き上げた後に遺体を地面に置く際にできたと。でも死後はコブができない、この説明もおかしいと。で、まあ、圧迫痕があったりとか首に、それもやっぱり死後できないし、まあ、圧迫痕があるっていうことはきっと誰かにね、首を絞められた可能性もあるし、まあそんな風に、まあ、他にも決して溺死ではできない体の反応、死後にはできないはずの傷っていうのが遺体に確認されました。もう
警察が調べればなんか分かりそうなんだけどね。うん、自殺じゃない、自殺じゃないぞって。ですよ、うん、普通ならこれを、ね、見た警察は他殺を、ね、考えると思うんですけども、うん、そんなことはなかったと。うん、なんかここまで聞いて、うん、例えば警察が何かを隠蔽したいのであれば、うん、もっと丁寧にするのかなともちょっと思う部分があるというか、雑ですよね、うん、めちゃくちゃ雑な感じがする、うん、でそれこそ調べたらすぐ分かるようなことばっかり、うんうん、まあ両親もお医者さんですしね。そうだよね、絶対不思議に思うよね、うんうんうん、もう目で見ただけで分かりますもんね。うん、だからその雑さが3年もまかり通るっていうのはすごいなと思って、うん、そんだけ両親も医者でこれが違うあれが違うっていうのも全部多分書類に出してやったと思うんですけど、うん、それが認められないっていうその雑さで通るなんていうんですかね、体制っていうか、もうすごいなと。これもアイリン地区ならではってことなんですかね、西成ね。うん、でも本当その通りで、やっぱりね、うん、両親がお医者さんなんで、やっぱり疑問を持つじゃないですか。なので、まあ、事件直後からあの警察とか解剖医に説明を求めても、まあ、ちゃんとした説明はもらえなかった、うん、でなんかもう後からこういうことがいろいろ判明してくるんですよ、この他にも、うんうん、なんですけど、まあ、当初はいろいろとごまかされたままだっただと、うん、だからもう警察は事件性はないの一点張りってことですよね。うん、なのであの家族は、まあ、不審に思って元刑事の方とか法医学の先生など、まあ、専門家に協力を求めて独自に調査を始めたんですね。うんで、あの2018年になってテレビ番組でもこの事件取り扱われて、うん、あ、もうその当時から怪しいなっていう話だったってことですね。そうなんですよ、うん、で、まあ、元 FBI の方も来日していろいろと検証とかもしていくんです、うん、でそこであの専門家とご遺族のプロファイリングっていうのは、うんうんうん、まあ、おそらく診療所界隈で首を絞められて殺害された後にあの川に投げ込まれたのではないかということでした。うーん、専門家から見たらやっぱり他殺じゃないかと思われると。まあでも自殺で片付けられていたっていうことだもんね、うん、ここまでしてもね、うん、すごい話だな。なんか聞けば聞くほどちょっと恐ろしいよ、ね、恐ろしい。なんかその地域柄みたいなのもあるかもしれないですけど、うん、その西成区、まあ、僕も大阪住んでた時にいろいろ話を聞いた時、うん、そのいろんな話がなんかやなんていうんですかね、ヤクザの人たちがどうこうとか、うん、みたいな話を聞いたりしたこともあって、で、まあ、あとはそういう路上生活者の方とかがいるみたいなのもすごい聞いたことあって、うん、でまあ、マザーテレサとして活動してる中で逆恨みを買ってなんか突発的に事故が起きちゃって、うん、なんかそれをなんとか隠すために無理くりこうしてるみたいな。あ、うん、なるほどね。だから雑な感じ。雑、まあ、だとしたらなんかそれをなんか警察が、うん、なんか、これ自殺ですっていうのがなんか隠すのがなんか変だなっていう感じするよね。確かに。でもなんかその変ないろんな都市伝説みたいなのがあったんで、うん、だからその警察もグルで何かやってたとか、うんうん、みたいなのちょっと想像しちゃいますけどね。うん、なるほど。だからもう警察もこれはなんとかごまかすしかないみたいな状況でなんかあったんじゃないかなっていう。大きな筋力が動いてる的な感じですかね。みたいな。じゃなきゃなんか隠す意味もないよね、なっていう。なんか普通に例えば、そうこれもドラマとかの見過ぎかもしれないですけど、路上生活者の方を犯人に仕立てて、うん、他殺こいつが犯人ですで終わるとか。
なんかあやり方がなんかいろいろありそうだなって思うんですよね、うんうんうん、でもなんかそれすらもやらず、うん、でもこの雑な感じで OK にするみたいなのがなんかすごいすごいなんか疑問が生まれてくるというか、です、ね、怪しいなっていろいろなってきますね。不信感ですね本当にね。うん、なんかやっぱその、アーケードの防犯カメラに映ってなかったとか、うんうんうん、みたいなのがなんかちょっとなんかプロっぽい要素もなんかあるというか、うん、あなるほどね、うん、自宅の指紋ないとか、うんうんうん、なのに隠蔽の仕方はすごい雑とか、うん、なんかどうしたかったみたいなのがすごい、そういう部分もなんかすごい疑問に思いますね。確かになんか手探りで一生懸命隠してる感じがしますよね。なんか自宅の指紋がなかった話してください。そうですね、ちょっとじゃあ自宅の状況もだいぶ一番怖い。そうなんです。うん、なんかもう指紋だけじゃなくて結構不審なことだらけで、うんうんうん、まずね、幸子さんが行方不明になったので、あの診療所に出勤してこなかった、うん、そこで診療所のスタッフが心配して自宅を訪問した際に分かったことなんですけども、まずあの自宅の玄関の鍵は開いていた、まあ、開いたままだったと。なので入れて、で自宅とか診療所の鍵の束が入り口付近に置きっぱなしになっていた。であとなんか郵便ポストがこじ開けられていたりとか、そんなこともあって、で後から警察が家に入って捜査すると一切ほこりがなく、例えば絶対ほこりがたまるようなテレビの裏とか本棚の本の上とか、そういうとこにも一切なかったと。うんうん、でまあ指紋も一切検出されず、なので幸子さん本人の指紋すら検出されなかったんですよ。これはもうおかしいじゃないですか。うんうんうん、でこの指紋とほこりについてはある週刊誌の取材で、幸子さんの自宅の清掃を反社会組織から10万円で頼まれた人がいると報じられたんです。ほう、やっぱそういうことだ。そうなんですよ、うん、でその証言によると、清掃をしたのは遺体が発見される1日2日前の早朝で、この人がアパートに着いた頃にはすでに5人ぐらいの人間が、まあ、掃除を始めていたと。でその後みんなで7時間8時間かけて、あの本棚の本の表紙まで1冊ずつ清掃したっていう、そういう証言でした。そうなんですよ。でこれもあの、まあ、適当になんか取材されて言ってるんじゃないかっても思ったんですけど、実は幸子さんがいなくなった日早朝ですね、8時30分に自宅から話し声がしたという、まあ、近所の人の証言があるんですね。ほう、だから話し声っていうのはこの清掃してる人たちが話してたものを聞いたんじゃないかなと思われます。そうだから多分誰かがというか、まあ掃除したんでしょうね。なるよね。でもこんなこと言ったらキリないですけど、この警察がもうその自殺ですっていう、事件性ないですって言ってるじゃないですか、うん、だからこの本当に部屋の中にホコリがなかったとか本当なのかなっても思っちゃいますけどね。あ、うん、なるほどね。その時点でその指紋が出んかったとか、それもすらもちょっと本当なのかなって思っちゃいますね、やっぱり、うん、確かに。でも多分あのこの埃がないっていうのを気づいたのはご家族の方やったんちゃうかな。そうなんだ、ね、何かやっぱりね違和感を感じたみたいで、この部屋の状況をビデオに収めたっていう情報があったんで、多分そうそうおかしいなと思って調べたんでしょうね、うん、はあ、なるほど。でまあその証言が本当だったら反社会組織が関わっているっていうっていうことだよね、うん、でこの置かれていた鍵の束っていうのもなんか誰かが侵入してたんかなとか、うーん、この部屋でなんか探してたんかなとか、あ、うん、だからこそその人らの指紋が、まあね、何者かの指紋が残ったので清掃を雇ったんかなっていう感じがしますよね。なんか部屋で帰ってきたところを殺したのかなとかも思ったんですけど、あで結婚とか、うん、例えば何か、うん、
頭髪布とかね、そのの残さないために、でもそうだったらアーケードのそう防犯カメラには映っ て, っ て, ても映ってきそうな気はするんですけどさっきの防犯カメラに映ってないやつ、それちょっと掘ってもらっていいですか、そこの部分を。いきます。彼女が勤務していたこの診療所っていうのは商店街の中にあるので、通常なら自転車で商店街の中を通って帰るはずなんですが、あの商店街に設置されてある全8台の防犯カメラに彼女の姿は一切映ってなかったんです。8台ですよ。でやっぱりそのこの足取りが分からなくなった当日っていうのは強い雨が降ってたんですね。なので普通に考えるとやっぱりアーケードのある商店街を通って帰るはずなんでおかしいんですよね。違う道通って帰ったってことはないと思うんですよ。どういうことだ、何かに、なんかたまにあるじゃん、なんかなんかスーツケースとかなんかさ何かに入れられて、はいはい、なんか運ぶみたいなさ、そういうことなのかな。なんかなんか商店街って、日中は人が結構通ってるからダメだけど夜何時以降は車入れるとか、はい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 、があるんで、それで入ってとか。でも病院の前とかはカメラ映ってるんですかね。でも8台あるっていうことなんで、どっかでは映りそうですよね。映りそうですよね。だけどまあ映っていなかったと、まあ、警察の説明ですけど、であとこの商店街に設置されてあるカメラとは別に幸子さんの自宅近くに、まあ、何でしょうかコンビニとかマンションについてある防犯カメラがあったんで、それもあの後で警察が確認したんですね。じゃあ、 その事件当日カメラが止まっていて録画されていなかったっていう話だったんです。その自宅の周り、そうこの日たまたま、そんなバカなって話ですよね。そうなんですよ。でやっぱりここも不審なんで、後にですけどテレビ番組がその防犯カメラの管理者に取材にしに行ったんですよ。で管理者は事件当日カメラが止まっていたという事実はないと話したんですね。へえ。なので本当は正常に作動して録画されていたはずなのに警察は録画されていなかったと、まあ、嘘をついていたことになります。だから何でしょうね、その理由っていうのは。まあ、なんか都合の悪い何かが映っていたとかなんでしょうか。まあ、それしか考えられないですよね。嘘をつく必要がない、そういうのがなければ。そうですよね。あのあれかな、その例えば遺族の方が調査する中で、なんかそのカメラの管理者に見せてくださいってことはできなかったのかな。だから前すぎてデータがないみたいな感じかな。あでもそうでしょうね。普通は消えますよね。上書きされてくもんね。そうですね。もう今はないよみたいな、ね、そういうことなのかな。この清掃した人たちが映ってるからっていうのはありそうですね。なるほどね。確かにありそうだ。この多分ジョイさんは映ってない気はするんですよ。帰ってきてもないと思いますし、でこのアーケードも、まあ、その診療所にいたんじゃないって思いますけどね。帰ってないっていうか、まだ、まあ、そこの診療所で殺されてみたいな。確かに。それがね、その出た入り口がたまたま四角になってて映ってなくて、もうパッて裏路地に連れて行かれたとか。でもそんな、ね、印象ですよね。マジ詳しかったらその資格とかも分かりそうですしね。なんかカメラがこうあるかなとか、だしなんか、まあまあ こんな言い方はあれですけど、自分がもしその犯人とかだったら、とりあえずあの病院に置いといて、もっと明るくなって雑踏の多い時に業者の車とかも出入りするから、なんか紛れてみたいなの方にするだろうなと思いますね。確かにそうですよね。そうなんかそのめちゃくちゃ入念にそういうことやってそうにも見えるけど、そうじゃないところがめちゃくちゃ多いから、なんかちぐはぐだよね。なんか計画してそうでしてないような雑みたいなね。
してない気がする、ね、なんかとっさに、うん、とっさに衝動的に、まあ、殺しちゃって、うん、後からどん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 やばい問題を解決してったっていうか継ぎはぎみたいなの印象がすごい受けますね、うん、この事件。あ、なんかプロの犯行っていう感じだったら、まあこの清掃員とかはもちろん業者に頼んでプロが清掃するから埃もないとかは分かるんですけど、うん、いやだったら別に死体発見させんでもよかったことないっていうところなんですね。確かに。もう、大きい権力が尻拭いしてるみたいな、うん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 、な感じがちょっとしますよね。なんか突発的に事件を起こしちゃって、うん、なんとかしないとってなった時に大きい組織、まあ闇の組織だったりとか、うんうん、警察、どんどん大きくなってったっていう印象だよね、うん、でもその人たちもそれをしないといけない何かがあった、うん、うん、でもそれが何かは分かんないけどな、うん、なんかでもあれですよね、なんか14年前やから防犯カメラ他にもなかったんかなとかも考えたんですよ。どっかには映ってそうじゃないですか、うん、うんうん、確かに。なんかやっぱりこの地域って治安があんまりよろしくないんで、この当時でもこの辺りには比較的ね、たくさん防犯カメラ設置されてそうな気がするじゃないですか、うんうん、そんなんもちょっと思いましたね、うん、確かに。なんだろう、で、あの自転車を、うん、いつも診療所まで自転車で通勤してるんですよね。そうなんです、幸子さんは。でもこれ全然違うところから見つかるじゃないですか。はい、これって、病院から診療所から出てく姿は映ってないってことは、その前日とかにも勝手に行ってるってことですか、幸子さんがその場所に。いや、ね、どういうことでしょう、すいません、前日に行ってる。その後に全然違うところの住宅の駐輪場で見つかるじゃないですか、自転車が。はいはい。そこに幸子さんが自分で行って置いてるのか、誰かがそこまで運んでってるのか、うんうん、もし幸子さんがそこに行ってるのであれば、なんかその住宅地になんか関わりのある人がいてとか、うんうん、あ、多分そういうことはなかったと思うんですよ。もしね、知り合いが住んでたりしたらそんな情報も出てくると思うんですけど、なくて、この自転車から指紋も検出されなかったんですね。出た出た、出たぞ、出た。そうなんですよ、だからやっぱり誰か、うん、本人じゃなくて誰かがそこまで運んだ印象があるんですよね。へえ。いや、わざわざ指紋拭いてそこに置く。いや、むしろそれもさ、川に沈めるとかさ、うんうんうん、なんかね、うん、見つからないようにすればいいと思うけど、もっとねやり方がありそうな気がしますよね、うんうんうん、それこそ本当に捨ててしまえばいいだけやしね、会議場とかに、うん、なんかその指紋が消えてたっていうことから、なんか自宅に置いてあったのかなみたいなのもちょっと、もと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 、なるほど、普通に幸子さん本人が自転車で実は帰っていて自宅に泊まってたとかもありますよね、うんうん、でなんかその、まあ、自宅で殺されたはないとしても、うん、1回はそこに置いてあって、うんうんうん、なんかその清掃員がこれもみたいな感じで、あ、まあ、でもそんだったら他のも全部やりますもんね、うん、まあ、でも そこまで運んだのか、まあ、自分では言ってないと思うけどさ、うんうんうん、運んだ先で指紋を消すってことでしょ、だって。あ、そうか、うん、自分の指紋を消す、うん、そうそうそうついでか、うん、謎だなマジで。何のためにっていう、まあね、なんかなんでこの団地に置いたんかめちゃめちゃ不思議ですよね。うーん、この辺も計画性がないですよね、なんか。うん、捜査を なんていうんですか、混乱させるために、うん、わざわざ置いたみたいなとか、うん、まあ、それにしてもなんだよな。ですよね、もし彼女が自殺したというふうにしたかったら、この自転車渡船場に置いた方がいいですよね。間違いない、うん、でも自転車よく見つかりましたよね。いや本当そうですよね、そんな治安の悪い団地で見つかったでしょ、うんうん、そうなんですよね。1ヶ月後に見つかってるんですけど、まあ、警察が発見したんですけど、うん、あ、1ヶ月後、そうなんですよ、隠しててどっかに、
なんか、うん、ああそういうことか。そう、木を隠すなら森じゃないけどさ、別になんか自転車この辺の団地とかに置いとけば見つからんかなっていうのもちょっと思っちゃうからさ、ああそういうことか。うん、よく見つけたなと思いましたけどね。うん、まあ、見つけたのは1ヶ月後だけど、いつそこに置かれてたかはちょっと分かんないもんね。うん、でも1ヶ月経って指紋1個も残ってないとかって変じゃないですか。変だね。自分たちで所持してて、うん、1ヶ月後にそこに置いて、うん、なんかヒントみたいなのを警察に、みたいな風にちょっと思っちゃうな。なんかその1ヶ月後にそれが見つかるって、うん、そうか、邪魔だっちゅって、そこに住んでる人がね動かしたりとかして指紋がつく場合もあるもんね。うん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 、そうだよね。なんで自転車見つけさせたのかなとも思いますしね。別に直すまんま所持しとってもいいじゃないですか。うん、うんうん、何なんだ、謎、謎、謎だ、うん、次いきます。あ、はいはい、はい、お願いします。はい、初めの解説で自殺の根拠にされた絵はがきっていうのがあったと思うんですけど、まあ、それについてなんですけども、これは幸子さんからの絵はがきで、自称交際相手の自宅に届いたものなんですね。届いた日にちが、まあ、11月17日、遺体で発見された次の日ですね。で、絵はがきの内容は、出会えたことを心から感謝しています。釜のおじさんたちのために元気で長生きしてくださいという内容でした。で、消印は11月14日で、日付、自宅、住所、署名はない。メッセージのみの絵はがきでした。だから、ま、本人が絵はがきを投函したとは限らないんですけど、署名がないんで、けど、ま、ご家族とかが、ま、それを確認しても、ま、きっと本人のものだということでした。うんうんうん、で、ま、これを警察が自殺の根拠にしたと。まあ、遺書ってことですよね。そうなんです。へえ。ちょっと無理やりすぎません？なんか、まあ、その元恋人、うん、普通に感謝の、うん、気持ちを書いてるだけのようにも見えますし、うんうんうん、で出会えたことを心から感謝しています、長生きしてください、うん、捉え方次第ではね、自殺に見えるかもとかって思ったっすけど、ないですよね。ない気がするんですけど、どうです、見えます、これ衣装に。いや見えないですよね。うん、これだけで自殺の遺書っていう風にはするには無理がありますね。まあね、うん、で、まあ、のこの自称交際相手っていうのも自称ですから、あ、うん、この人自体ちょっと信用できない感があるんですね。へえ。その辺あれですね、あのハートズ のチャンネルの方でちょっとその辺も掘ってましたよね。あ、そうなんです、うん、詳しく、ね、はい、説明してますので、この説明に関してはちょっとね、元あ自称交際相手の説明はちょっとここ省きますけど、うん、ちょっと気になった方はね、そっちのハートズのチャンネル行ってもらえれば、うんうん、もうちょっと詳しく知ることができますので、うんうんうん、情報としては、まあ、付き合ってなかったんじゃないかなっていう話です。むしろそっちの根拠の方が多いのにっていうことですよね。そうですね。だからだいぶこの人も怪しいんですけど、はい、まあ自殺の根拠にされてしまったと。で、あとさらに、あの死亡推定時刻なんですけど、これにもおかしなところがあったんですね。当初警察が判断したその死亡推定時刻っていうのは、まあ、2009年11月14日午前と示されていたんですね。なんですけど、仮に死亡推定時刻が11月14日午前なのであれば、遺体が約2日間も漂流していたことになるんですね。うんうんうん、発見されたのが16日なので、うんうんうん、でもそれにしては遺体のふやけ方が軽度すぎるっていうのがまずありました。で、まあその後にもいろいろあるんですけど、あの一番不審なのが、携帯電話は彼女のポケットから出てきたんで、一緒に水中に沈んでたんですね。でも行方不明が確認された14日、被害者の方のお母さんが彼女の携帯電話に電話をかけ続けてるんですよ、うん、で呼び出し音も鳴ってたんですね。それが
15日の14時30分までなってたんですよ。おう、うんうん、でもう死亡推定時刻では11月14日午前とされてる。いやそれなら携帯電話つながるはずないやんと。水の中にあるはずだってことね、うん、間違いない。そうなんです、うん、なのでやっぱり少なくとも15日の14時30分までは、まあ、水没してなかった。地上でもしかしたら生きていた、監禁されていたとか、その可能性をやっぱり考えてしまうということです。なるほど。出れば出るほど不審なところが、うん、いや本当に、うーん、そうなんですよ。なんか今の携帯電話だったらまだ水没しててもとか、防水のね、うん、うん、でも当時ってめちゃくちゃ防水なんてなかったっすよね。弱かったよね。弱かって、すぐ壊れちゃう。 PHS ですよねこの時。ああ、うん、そうかそうかそうか、うん、さすぐ壊れちゃうから なることがおかしい、うん、でもこれそこもしっかりしてれば携帯も止めるというか、うん、電源切ったりとかする気がするんですよね、うんうんうん、ああ受水する前に、うん、うん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 、だからその例えば14日から、まあ、2日間約2日間の間の管理、うん、誰もあんましてなかったというかほったらかされてる状態。あ、その携帯電話、遺体と携帯電話が、うん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 、なのかなってちょっと思いましたね。ああそういうことか、うん、例えば遺体を管理してる人がいたりとか、うんうん、監禁して見てる人がいれば、うん、携帯の音とかで気づく、うんうん、でそれを止めるとかやりそうなのになってちょっと思う。そうだね、うん、うん、なんだ、なんなんだ。なんか死後硬直していたじゃないですか、うん、で両手が小さく前にならへんの状態で固まってたじゃないですか、うん、だからやっぱりこう両手縛られてて、あなるほど、でなんかこう仰向けにされてて、うんうんうん、どこかでね監禁されてたりしばらくしてた、うん、となるとこの死後硬直も携帯電話なってたも話はつながりますよね。どうなんやろう。まあでもそうか、携帯電話計画性あるなら初めから誰かが電源切れようっていう話ですもんね。うん、なんかその辺もなんかプロっぽくない部分があるというか、うん、確かに雑な部分なのかなってちょっと思っちゃったりもしますね。ですね。これちょっと詳しく時系列見てたんですけど、うん、これあれなんですね、2011年の2月にやっと遺族に死因は自殺ですって言ってるんですね、うん、あそうなんです、うん、結構長い間捜査っていうか、うんうん、いろいろ動いたは動いてたんですね、うんうんうん、じゃ2年間2009年でしたっけこれ2009年の11月だから、うんうん、2年間はなんかそれでやっと腑に落ちた。なんかその当初っていうのが、うん、もうすぐ結論出したのかなと思ってたんですけど、うん、そんだけ動いてたんだったらさっき俺とケイスケが言ってた、うん、どん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 その事件が大きいところに行っちゃってっていうのはなんかちょっと分かる気がするというか、うん、なんかその都度その都度、うん、その対応に警察が追われてたのかなっていうのもちょっとなんかわかるかな、うん、もしこれいらなかったら切っていただいていいんですけど、はいはい、でも当初幸子さんが亡くなってご家族が初めて遺体と対面するときにその時からもう警察はご家族の方に自殺ですって言ってるんですよ。うーん、でもこれもいらんかったら切ってくださいね、うん、はいはいはい、そんないらんか、いらんですねでも今言ったともくんが言ってた詳しい時系列だと2011年にちゃんと自殺って言ったってなってるじゃないですか、まあ、正式に発表したのはっていうことじゃない、うん、でもそのうちうちではこれ自殺かもねぐらいのことは最初から言ってたのかもしれないっていう、そうかそうか、でもこのご遺族の方にいやこれは自殺ですよって言うってことはもうその線で行こうみたいな感じがちょっとする、うんうん、そうだね、うん、その時点でもう決まってたみたいなね、うん、なんか3年経ってるってさっきすげえ言ったけど俺はその遺族が、うん、実質1年っていうか、うん、要はその
遺族の刑事告訴状が受理されたのが2012年の8月なんで、で一応この時系列で言うと2011年2月に死因は自殺って言われたから、半年じゃない、1年半ぐらいで、もう一回捜査しますよってことになったってことだよね、でこの中に2011年だから 3.1 日もあったと思うんで、多分本当はもうちょっと早く受理されたかもねっていう、なるほど。なんかその事件から2011年までの間に、もうご遺族の方と警察で自殺なのか他殺なのかでずっと言い合いしてて、あるある、2010年の9月にもうね苦情申し立てを行ってるみたい。はい、まあ、その辺多分詳しいのはハートズさんのチャンネルでもそうだね、やってると思うので、気になった方はね、そっち行ってもらえれば、だから結局は最初から自殺ってことにしてるってことですよね、そうだね、ずっと、でなんかその徐々になってって無理くり自殺ってよりかは、なんていうんですか、最初からなんか、こういうめんどくさい事件は全部自殺でみたいな決まり事があったのかみたいなのもちょっと想像しちゃうというか、アイリン地区、アイリン、なるほど、単にめんどくさかった感じも、アイリン地区っていう場所もあるし、ちょっと首突っ込んで変なことになったらあれだからとかってやろうとしたら、相手のご両親も医者だから違うって分かっちゃって、なんかやり込めなかったみたいな、そうはいかなかったとかもあるのかなってちょっと想像はしちゃいましたね。ただ、なんかここまで聞いただけでもすっごい不信感はあると思うんですよね、もちろん。でこれじゃあ実際警察がどうやって説明したのかと、ご家族に、この全てっていうとこなんですけども、警察の説明では14日の朝、まあ、いなくなった日の朝に、まあ、診療所に最後いた。その時に幸子さんは何らかの異常心理ゆえにALSOC警備システムを誤作動させたんですけど、その後診療所を出て自転車に乗って、で防犯カメラに映ることなく自宅に戻り、カバンとか鍵を置いて玄関の鍵も閉めずに、まだ自転車乗って団地まで行って駐輪場に自転車止めて、そこから歩いて渡船場に行った。でその3メートル以上ある門を越え、浮島に侵入して川へ飛び込んだ。で頭の傷は飛び込んだ際にその川底に打ちつけた。で直立していたのはヘドロに足を取られたから、そのまま足を取られて直立した状態 で2日間そのままで、その後浮上してきたっていう説明やったんですね。もうやばい、どういうことだって自転車に乗って防犯カメラに映らずの時点で意味がわからんもんね。無理ゲーだよ。でしょ、しかも何らかの異常心理になったって、なんかめっちゃ雑にそこもまとめてるんですよ。そんな何とでも言えるじゃないですか。そうですね、なんかよくあるあの2ちゃんとかにまとめられてる警察が自殺と断定した、不思議な不可解な事件みたいなのにありそうなぐらいの雑な感じ。そうだね。なんで一回自宅戻ったんやっていう話にもなりますし、自転車止めるんだっていう話もあるしね。間違いない。ねえ、だからもう全て無理やりで、辻褄も何も合わないのに、このシナリオを警察はご利用し、そう。はあ。よう、OK 出たよ。いや、本当ですよね。その所長とか、いい大人たちが。いけるって思ったっていうことだよね。そうだね。いけるって思わないでしょう。ねえ。まあまあ、いや本当にいけるって思わないですよ普通。まあでもこれが警察が出した事実っていうことだもんね。そうだね。じゃあここで冒頭でも言った、その渡船場、あとアーケードの商店街、なんか行って撮影して来てくれたんですよね。あ、ちょっとそれ見ながら、その場所、現場の解説、していただこうかなと思いまして、もちろんでございます。そうですね。
これは西成の雰囲気ですね。うん、でこれですね、あの鶴見橋商店街、ここに鶴見橋って書いてるんですけど、これがさっき言った診療所が入ってる商店街ですね。うん、アーケードの。そうです、うん、防犯カメラが8台ついてたとこですね。はあ、こんな雰囲気で。9時から23時までは、ね、歩行者だけっていう感じになってましたね。夜はじゃあ入れる。全然気づかなかった。入れますね。で今ここちょっと見えるんですけど、これですね、これがその診療所でございます。診療所、ちょっとシャッター閉まってたんですけど休みで、うんうんうん、でちょっとこうここ出て防犯カメラ映れへん道とかあるかなと思って、ちょっとこの小道といいますか、うん、こういう入り組んだ道というんですかね、こういう道もちょっと撮ってみました。うん、うん、でもこれ出てきたところは映りそうですね。映りそうな気がする。でもこういう今この映ってるとこみたいなところにファッて手を引いたりとかして連れていたとかないですかね、うん、こういう。この辺はもうカメラ映ってないですもんね。防犯カメラがない、ね、なさそうですよね、あの14年前ですから。うん、あってもおかしくないけど。でもなんか呼び出さないとこっちには来ないのかなっていうふうにもちょっと思いますよね。確かに、うん、ちょっと話あるから来てくれとか、うん、なんか言ったりとか。でもなんか診療所から出てきたところ映ってその気がするけど、するけどね。どこも映ってないっていうのがちょっとなっていう。でこれは診療所を出て、幸子さんが帰る道を行ってみました。普段通勤で使う道ってことですね。そうですね、こう出てこのままこうまっすぐこの商店街を行くと思うんですけど、うんうん、まあ、こんな雰囲気、まあこれは真っ昼間なんでね、ちょっとにぎやかな感じですけども、うん、まあこの後はただこの商店街が続くだけですね。いいね、東京都ニューヨークっていうのがね、これすごいでしょこれ。大都市2つ集めましたよ。うん。商店街っぽいなんかね、まあ、よくある田舎の商店街。うん、でも本当に雰囲気は別になんか悪いとかではなかったですね。まあ、昼間っていうのもあるんやろうけど、うん、でもやっぱり独特ではありましたけどね。うん、個人的には大好きですけどね、こういう雰囲気、こんな喫茶店とか。フラット入りたくはなりますよね。なります。でこの商店街であのご遺族の方々はビラを今でも配ってますね、情報提供を集めて。これが発見現場、渡船場です。うーん、こうやってお花がね飾られてます。うーん、で発見されたのがこの川なんですけども、うん、歩いていってここに千本松と千葉って書いてるこの緑のなんて言うんでしょう、あるじゃないですか。はい、うん、この手前にあの先ほど言った3メートル以上の門が設置されてたんですよ。有刺鉄線が巻かれた。それも夜になるとっていうことですよね。そうだと思います。うん、なのでこうそれを飛び越えてこっちに行って、この浮島に行き、こっから飛び込んだってされてます。うん、へえ。なんかそこまで線でもこの手すりから行ったっていうふうにしてもよかったのにってなんか思いますよね。うん、わざわざね柵越えてくるの。うん、夜になると今だって置いてある感じしなかったじゃん。うん、運んでくるのかなのかな、うん、あでも今はない可能性もありますよ ね、うん、そうですね、なくなっちゃったのか。ちょっとなんか綺麗な感じもするというか、うんうん、でもそうですよね、改装改築とかもされてるってありました。やっぱり綺麗になって、なんかどんどん証拠っていうのもなくなってしまいますよね、事件でも。うん、確かに門を越えさせる意味はあったんかいっていう。今の現場がこの状態のままだったら
あ、でもそっから飛ばんとその浮島に引っかからんだろうっていう、あ、そうですね、状況を作り上げた。今でもお花が手向けられてるんですね。そうなんですね、全部新鮮なんですよね、なんか、うん、こんな雰囲気のね、そうですね、うん、うん、こんな雰囲気でしたということですね。はい、はい、こういう話、未解決の話とか事件の話してもなかなか現場のさ、うんうん、映像とかもう見ることできないからさ、もうイメージでなんか、うん、貴重な映像でしたね。本当本当、こうやって現場の雰囲気が分かるとまた、うん、あーそっかーってさ、よりリアルに感じるというか、うんうんうん、でもなんかこの結局さっきまでのをまとめて、うん、まあ、バラバラというかちぐはぐなことばっかりじゃない、プロっぽいのがあったりとか、うん、だからなんかすごいこの闇深いというか、うんうん、部分がめちゃくちゃ拭いきれないというか、うん、なんか突発的に初心者がやったような感じもするし、うんうん、まあ、そもそもなぜ警察がそこまで隠すのかっていうところの、うん、が一番闇深いと思うんですけど、まさ、初めの森子さんが初めの方で、うん、この地域独特の、はい、大きな闇、うん、っていうものが関わってくるのじゃないかみたいな話をしてくれたんですけど、はい、その辺のちょっと闇深そうなところを解説してもらっていいですか、うん、はい、お願いします。はい、ですね、まずこの場所西成というところは、まあ、スラム街ですよね。暴力団とか左翼団体も絡んだ貧困ビジネスの温床だと言われております。で、その、まあ、貧困ビジネスっていうのはいろんなやり方があると思うんですけど、ざっくり言うと生活保護受給者は医療費とか薬剤費って無料なので、そこを利用していろいろと不正な、まあ、ビジネスにされるんですね。例えば薬の闇売買、生活保護受給者の患者さんにどんどん向精神薬などを処方して、それをその暴力団反社会的勢力が安い値段で買い取って、それを裏ルートで販売するとか、まあ、生活保護受給者の患者さんに高額な治療とか薬剤を使ったように見せかける、まあ、使ってないのに使いましたと言ってカルテを改ざんする。するとそこの病院の収入はもちろん多くなりますので、重複診療であったり架空患者っていうのがたくさん存在すると、うん、でこれすごいなんか闇深な感じがするんですけど、有名なのはほとり場と呼ばれているもので、小児期を取るバスっていう意味なんですね。まあそういった悪質な病院の、まあ、大きなバスみたいな車がこの場所に来て、生活保護受給者たちを、まあ、かき集めて、まあ、定期的にかき集めにやってきて、そのバスのような車に乗せて指定した病院に連れて行って不要な手術をさせる、まあ、そういう話が実際にあると。うん、まあ、この界隈ではこれらの団体を阻害する者がいれば追放されると言われていて、実際にこの活動に異を唱えた人間っていうのもいたんですけど、この地域から消えていると、そういった人が数名存在すると。うん、もう聞けば聞くほどじゃないですか、なんか全部。さらにこの頃っていうのは事件が起きた頃ですね、病院の不正ビジネス、こういった問題が大きな社会問題になってたんですね。で、事件が起こったこの年2009年には奈良の病院なんですけど、そこで生活保護の患者をターゲットにして不必要な手術を繰り返していて、ある男性はがんと嘘の診断をされて肝臓の一部を切除して、まあ、そういった手術を行って死亡した、そういった事件が実際ありました。で、2015年には西成区で診療所を経営していた医師が詐欺容疑で逮捕されています。
で、この医師はその経営していた診療所で生活保護受給者の方200人以上の名前を使って架空の診療報酬請求を繰り返すなどしていた。で、約3400万円を不正に受け取っていた。実際にこんな病院がもっともっと存在していたと。だからそういうことも考えたら、幸子さんはこの地区の路上生活者に絡む貧困ビジネスの不正に気づいてしまい、それらを告発しようと考えていたことが、まあ、それがバレてしまって、こういった利権に絡む人たちの、まあ、怒りを買ったので殺害されたとか。もうそれにしか考えられないですもん今。ですよね。そうなっちゃうね。でやっぱりそので、この事件あんまりマスコミも当初大きく報道することはなかったんですよ。だからなんか警察やマスコミもある程度貧困ビジネスに絡んだ犯罪であることに気づいてて、だから明らかに事件性があるのに、なんかまあ捜査には消極的だったとか、まあ、マスコミもね報道することなかったとか、そんなことにもつながるかなと思いますね。いやそれだって儲かってるのお医者さんだけじゃん、この貧困ビジネスって、うん、お医者さんか、うん、それをちょっと反社が仕切ってる反社かみたいな、うん、そこで、じゃあ警察が言うこと聞くとか、うん、マスコミが言うこと聞くとか、それは要するにその不正に得たお金をそっちの方にも流して口止めしたみたいなっていうこと。いやそうなんじゃないですか、うん、なんか本当に警察の中でも悪い上の人たち何人かが、うん、そこと手を組んでたとか、うん、まあ、これあげるから黙っといてくれみたいなっていうことのが結構起こしてるんじゃないのかなとは思いますね。そうなったら本当に本当に大きな利権が絡んでるってなりますよね。こういうことで得をする人たちが、偉い人たちがたくさんいると。人数もたくさんいるみたいなさ。こんなのが噂程度かなと思ってましたけど、まあ、実際にね西成の病院でも起きてるし、そこはあれかね、その賄賂みたいなさ、そういうのを警察に渡してなかったのかな。いや渡してるんじゃないですかね。渡してるよね、うん、じゃなきゃ摘発した方がいいですもんね。ね、うん、結局捕まったってことは、まあ、そこじゃ抑えきれなくなったってことか。規模感的には、規模感的に、ただなんか僕がまあちょっとこの地区大阪とかに詳しい人に聞いたんですけど、おお、うん、この西成の貧困ビジネス確かにあると、あるっすけど、うん、規模感的には全国的に見たらそこまで大きくないよっては言ってましたね。はー、なるほどね。もっと東京とかの方がめちゃくちゃやっとるところはやっとるよと。あ、なるほどね。じゃあこれでもまだマシな方ってことです。マシとは言わないですけど、この文章に書いてあるほど大きい感じのイメージにはならないっていう。まあ、規模感で言ったら、規模感で言ったら、なんかこの、警察の中でもそこに手を貸してるグループと、それを悪だとしてちゃんと正義の心を持ってそれを裁こうとしてる人とで、警察の中でもそういういざこざが、まあ、まあ、ありそうだね。それ絶対ありますよね。踊る大捜査線とかでよくありましたもんね。あと貧困ビジネスよりももっと病院利権のすごい闇があるから、貧困ビジネスって言ったらちょっと小金なんだよねって言ってましたね、その人。はあ、なるほどね、そうなるともしこれが絡んでたらね、そんなことで殺害されたってなったら、ねえ、たまったもんじゃないですよね。でもなんかね、それを何かバラすために証拠を掴んでて、告発するために幸子さんがってことね。バラされたくなかったから殺害されて、まあでもそうそうさ、さっきのさ、なんかこう瞬間的にカッとなって、あやってしまった、首絞めてとか、はいはい、っていうのとはちょっと変わってくる、ね、だからもう幸子さんは別で用意してて、
証拠を突きつけられて、うん、お前ってなって殺して殺しちゃったからなんとかせんとっていうので証拠を消すために部屋入って、なるほど、あそうか、うん、その診療所、自分が勤めてた診療所、うん、とか、うん、で殺された、うん、でそれが誰に殺されたかとかは分かんないですよね、うん、もうもしかしたらそういう組織にこういうことやってるでしょっていうのを突きつけに行ってそこでっていう可能性もあるし、うん、あ自ら、うん、でもこのね勤めてたところの所長さんもいるじゃないですか、なんかコメント出してたりするんですか。あしてるんですよ、ね、自分の診療所で起きた事件ですからね、もう当然調べられてるだろうし、そうなんですよ、もちろんね、いろいろご遺族の方も所長にねいろいろ聞いたりしたんですけど、初めはすごい協力的だったですね、まあ、幸子さんの件は全力を挙げて解明していくので、ご家族が大阪にね来られるのは大変ですから私にお任せくださいなんて言ってたんですよ、うん、なんですけど事件から半年が過ぎたあたりでご遺族がこの所長に連絡してもまあ、なかなか連絡がつかないと、でそのまますーって消えていって連絡も取れなくなり、その後情報提供などは一切ないんですよこの所長からは、でマスコミが所長を取材しに行っても時期が来たら話しますと発言しただけで、まあ、未だ発言はせず、時期が来たら絶対なんか知っとるよね、絶対知ってる何の時期っていう話ですからね。そうなんですよ、だからなんかこの所長もなんかなかなか言えないことがあるのかなとか、誰かに言うなよって言われてたりとかするのかなっていう印象ですけど、なんかねこんな事件が起こるぐらいなら例えば言うなよっていう人がいるなら、うん、この所長も殺されそうなのになってなんか思っちゃう。あでもそこは金づるみたいな感じなんじゃないのかね。いなくなったらそれはそれで困るからっていう。そう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 、なんかそういう感じの、うん、まあ、使われてるっていうか、で言いたいことも言えないみたいな。でもなんかこの時期が来たら話しますって言ってるとか、うん、なんかちょっと盾ついてる感じもするというか。マスコミに対して。その例えば裏の組織たちに対して。あまあでもそれはさ、なんていうの。ああ また今度飯行こうねみたいなさ社交辞令的なさ、そういうことになるかね。むしろそれ、うん、逆にそれに案に、うんうん、時期が来たら話すっていうことによって今は話さないけど実は裏があるよっていうことを伝えてるみたいな、うん、それがそんなことするやつを、うん、ほっとかなくないって。ああそういうことか、うん、あまあ確かにね、うん、その利用してる人ならそうか、うん、うん、っていうところもちょっと気になる部分ではある。確かに、うん、まあその人たちがじゃあその人がいなくなったらかもしれないね、まあそのね、その上の人がね、うん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 、っていう時期かもしれないよね。そうですよね、この発言に意味があったのかただごまかし先延ばしで言ったのか、うん、先延ばし、なんかどっちにしてもなんか自分に不利な発言ではあるかなってなんか思っちゃいますけどね。ね、そんなこと言う必要ないじゃんってことよね。まあでも確かに、でもこの所長さんはすごい取材を受けてると思うし、うん、この立場だったらもうたくさんいろいろ言いすぎて、うん、もう。もう時期来たら言うからみたいなあしらい方のパターンも考えれるかなとは。な、ね、確かにね、うん、このマスコミがどういう態度だった、どういう態度でこれを言ったのかっていうのも気になるですからね、うんうんうん、黒川所長が、うんうんうん、この文字だけだとちょっと分かんないですよ ねニュアンスがね、うん、マスコミもニュアンスが、うん、なんか結構失礼な言い方ねしたりしますもんね。気になるっすね、うん、さていろいろ、うん、お話ししていただきましたけれども、うん、まあ途中でもちょいちょい紹介しましたけど、うん、その絵はがきを受け取っ
ったっていう元恋人の話とか、うん、事件当日の幸子さんの足取りとか、うん、まあ、そういう本当細かいところまでハートズさんのチャンネルでは紹介してて、うんうん、ちょっとね時間が長くなりすぎちゃって紹介このチャンネルでは紹介できなかったですけども、もしね気になった方がいたら、うん、そっち のハートズさんのチャンネルの方に行ってより詳しく聞いていただければと。で、この遺族の方、さっきアーケードの中でビラを配ってるって言ってた遺族の方の情報収集サイトというか、うんうん、情報を提供するときはここに情報くださいっていう Facebook らしいんですけど、うん、そういうところもあるんで、それもリンクも、私たちのこの概要欄に、貼っておきますんで、もしね何か知ってるということがあれば、そちらに情報を提供していただいて何か解決の糸口に、ね、なれば、こうやって我々が、我々がって言っちゃいかんね、森子さんはじめ、こうやっていろいろ詳しく調べてくれる方が何らかの本当ねきっかけになったらいいなと思って、いや本当にね微力ですけどね、本当に何かねなればいいですね。一応そのハートズさんの方でも出てない情報をちょっと僕の方から言うとこうかなと思うんですけど、まあ、何それ何それ、僕は結構深いところまで調べた結果ですけど、はいはいはい、この、幸子さんのご両親の、うん、大学出身大学の、旧友というか 同僚と同期同窓生みたいな同窓生、うん、まあ、仲良かったらしいですけど、うん、ある政党のお偉いさんがいるらしいので、うん、そこと幸子さんがつながってるって思われたかつながってるかで、うん、だからそっちのやばいぞってなって、そっち経由から、うん、要するにその政治家経由で、うん、貧困ビジネスの、うん、告発をするしてくるみたいなっていう なるかと思われたかもしれないなっていう、より大きな力によって、ただ、警察にじゃあどうやって誰が指示してんのか、警察がそんな動くのかっていうところを考えると、うん、もしかしたらその貧困ビジネスとかも関わってるのはそっちなのかもしれないなっていう。怖すぎるでしょそれ。怖すぎるよ。でもなんかそうなったらどんだけ抵抗してもなんかね揉み消されそうな感じがしますよね。めちゃ怖いです。実際僕がさっき言った、ちょっと聞いた話でって言って、その貧困ビジネスよりもっといい利権があるんですっていう病院のやつはめちゃめちゃ政党絡んでるっていう話なので、いや怖いな。NPO 法人とかも絡んでるって言われますもんね。ね、だからもう何かすごい本当はもうめちゃくちゃ小さい火種だったっていうか、この幸子さんっていう人はすごい正義感の強い人で、うんうんうん、もう本当どんな小さいのでも、うん、見落とせないというか、っていうのもあったんで、うん、めちゃくちゃ小さい火種だったかもしれないなと思って、なるほどね、それがどんどんやばいところ、後ろで幸子さんを知らないところでどんどん大きくなっていって、そのスタートを止めないとっていうので殺されちゃったっていう可能性はあるなとは思いましたね。なるほどね。なんか調べれば調べるほどそっちの線が強いかなっていう感じも、幸子さん自体は本当にちっちゃいその、まあ本当にこうピュアな正義感からっていうことでね、なんていうんだろうですか、路上で薬物っていうか、その病院で出す薬が売られとるよぐらいの、うんうんうん、やつを止めたいっていうぐらいだったかもしれない。なるほどなるほど。貧困ビジネスというよりは、したらそこまで大きくなっちゃった、大きくなったっていう、かなっていう印象を受けましたね。なるほど。はい、ということで、すみません、なんかせっかくおからじでやるんだったら、なんか出してない情報も出した方がいいかなと。まあそうですね。いやでも聞いたことなかったです。すごいなんかますます闇深ですね。いや本当っすね。ね、
そうですね、こういった結構我々いろいろね、お化けが出てくるよとかなんかそういう話もしてますけど、ハートさんの方は、事件系結構多めにやってるんで、うん、もし気になった方いたらそっちの方でいろいろ事件の、動画を意外とちょっと怪談もやってたりするんですよね。まあそうですね、うん、そうなんですよ、全然伸びないっていう怪談会そうなんです、好きなんですけどね、はい、そう言ってもらえればね、うん、いろんな話がまた聞けるかなって、うん、僕らがやってた事件も結構もっと詳しくやってたりするんで、ですね、好きな方、いやいや、うん、はい、それこそ未解決事件好きで入った方も多いんで、オカルトラジオに、うん、多いね、うん、それこそ相性いいんじゃないかなって思いますね、ハートさんと。嬉しいです、ぜひ皆さんチェックしてもらいたいですね、うん、ですね、ありがとうございます。今日長々とありがとうございました。本当にありがとうございます。すごい、何をおっしゃる、こちらこそ本当にありがとうございます。すごくなんかいろいろ知らないことが知れてよかったです。何かのね、解決の糸口になればなと、そうですね、願っておりますので、はい、またなんかそういう深掘りした事件あったらまた来てくださいね。読んでください、うん、お前らやれよっていういやなんかさ、ここまで我々がこう熱量を持ってさ、なんかねおんぶに抱っこで月に1回森子さんの回がそうです個人的には怖い話を熱い熱量でやりたいんですけど、そんなんもそうですね、俺ら怪談チャンネルだったんですねはい、またぜひよろしくお願いします。今後ともよろしくお願いします。こちらこそこんな極小チャンネルを相手にしていただきありがとうございます。とんでもないです、とんでもないです、嬉しいです、はい、なんといつも最後締めの言葉があるんですけど、うんうん、いつもそれゲストの方に言ってもらってるんですけど、いつもこの話、なんていうこの話、なんで自分が忘れてるんですか、もし自分だったらって言って締めてるんですけど、はい、なんかこう事件系の時はちょっと不謹慎だっていうことをね、うん、言われまして、うん、なんか別の言葉で締めたいなって思ってるんですけど、なんかその森子さんの方でハートズさんのチャンネルの方でなんかそういう締めの言葉みたいなのあるんですか。全然ないですね。あ、ないですか。全然ないですわ。あ、はい、じゃあこのまま皆さんとじゃあ一緒にお別れしましょう、うんうんね、あ、そうですね、はい、今日はゲストにハートズチャンネルから森子さんに来ていただきまして、うん、未だ捜査中の事件これをやりました、はい、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではまた後ほど。